菓子好きだね。毎日チョコレートだ僕は。っていうかさ、違うんだよ。今と撮影しに来たのは、はい、何でしょうか。小暮が昼寝する前に、はい、撮っとかなきゃ。なるほど。アマチュア規定とプロゴルファーについて。はい。で、林太郎、日本アマ撮ったじゃない。で、コメントに、はい、ジャンボ亭で練習してるから、プロじゃないんですかその人がみたいなことを、アマチュア資格じゃないんじゃないですかみたいな人がいたのよ。はい。でもさ、実際はさ、はい、プロの条件というか、プロゴルファーのライセンスの件を話すると、はい、話しないと、進まないなと思ったんで、はい、だから結構コメントが荒れてたのよ。だからまあ昨日俺細かく打ったんだけど、一応これを教祖の部屋で、そのプロゴルファーのライセンスとか、一般的にプロゴルファーと言われる人たちっていうので話しといたら分かりやすいかなと思って。なるほど、そうですね。うん、だからまず文章にも書いたんだけど、男子のプロと女子のプロじゃちょっと違うじゃない。何が違うっていうと、一番簡単なのは今女子の方。女子の方は LPGA って、協会がプロテストってやってるじゃない、必ずね。で、プロテストに、1時、2時、ファイナルかな、プロテストって。女子とどうだったかな、そうだよね。で、そのプロテストでファイナルまで行って、最後まで行って、最終プロテストを20位以内に入った子たちが、プロゴルファーとしてライセンスをもらえるわけじゃん。それで女子の場合はその受かった子たち、もしくはまあ今女子のツアーで活躍してる子たちはみんなプロのライセンス持ってるんだけど、その子たちと合わせて来年のツアーだとかステップに出るためのクオリファイントーナメントを戦うわけじゃん。でもこのクオリファイントーナメントは結局はLPGA のプロテストを通ってない子は今は出れないわけ、はい、それが現状なわけ。これはもう誰もが分かる、分かりやすい、分かりやすいでしょ、はい、で一番難しいのは要は男子なんです。そうですね、はい、で男子の場合はなんで難しいかっていうと、まあ、女子と同じようにプロテストっていうものがあります、はい、まあ、それはもうジャンボさんだとか、はい、みんなが受けてきたもの、昔の人たちね、昔の人たちっていう言い方もおかしいけど今もあるからね、はい、でそれはそのプロテストっていうのは、PGA だよね、はい、プロゴルフアソシエーションかがやってる、自分のやつじゃないの人が真剣な話してるのには自分のまあいいや。で PGA がやってるプロテストは基本的には、1時2時ファイナル、ファイナルっていう言い方いいのかな、最終プロテストに最終プロテストに受かったものが、これは順位はまちまちなんだよね。40人通る時もあれば60人通る時もあるというような感じなんだけど、で通った子たちがプロゴルファーっていうことでね、プロのライセンスを取得しましたっていう扱いになるわけだよね。ただしここで女子と違って問題というかこう複雑になってるのはなぜかというと、日本のゴルフの試合っていうのは、プロの試合っていうのは主催をしているのが日本ゴルフツアー機構っていう団体が違うところがやってるわけよね。で日本ゴルフツアー機構にはじゃあプロテストってないのって言ったら、プロテストと言われるものはないと。で代わりに何があるのって言ったら、女子はプロテストを受かった人間だけが受けれる QT っていうクオリファイトーナメント、このクオリファイトーナメントっていうのは翌年試合に出る権利を獲得する試合ってことだよね。それが、日本ゴルフツアー機構はクオリファイトーナメントをやってる、プロテストはありません。でこのクオリファイトーナメントにはどんな人が出れるのかっていうと、まあ、細かなカテゴリーはあるんだけども、要は、高校時代3年間高校在籍して高校から推薦得たものだとか、まあ、簡単に言うとね、JGA のハンデキャップが 3.0 以下のものであるとか、もしくは JGTO が推薦するものであるとか、まあ、前年度クオリファイトーナメント出場したものとか、まあ、いろんなのがあるんだけど、まあ、結局は誰でも出れるってことだよね、ゴルフの技術さえあったら、はい、
だからこれはアメリカの、クオリファイ制度と一緒。で、このクオリファイトーナメントを受けた人は、1次、2次、サード、ファイナルってあるんだけども、結局はこのファイナルクオリファイまで行かないと、今の男子のツアーにあるレギュラーツアーとアベマツアーっていうのがあるんだけど、この2つのツアーに出ることは、出る権利は取れない。ファイナルまで行かないと。基本的にはね。推薦とかそういうのはあるんだけど、でも推薦に出るにしても、クオリファイトーナメントを出た人、参加した人、で、ツアー、ナンバーがついた人に限っては、要はもう一時通って、したらもうナンバーつくわけよ。あなたは千何百番ですとか、二千番ですとかっていう番号がつくんだけど、もうその時点で、その人が、いや、僕はプロですって言ったら、プロゴルファーなの。だ一番わかりやすく言うと、小暮。もう十何年前の話だから、まあ今はもうプロじゃないんだけど、小暮も当初は、1時から行って、2時行って、サードまで行ったことあるよね、1回ぐらい。サードはなんか忘れちゃったもん。で、QT ね。うん、QT、QT。でも、もう2時に行ってる時点で、もう小暮の時はね、もう十何年前は、その時点で、プロなのよ。推薦があれば出れるのよ。そうそうそう。僕だから、ムーさんあれですよ。俺、カオナのマンデー出てますから。ああ。そんな時代ですよ。カオナでやってた時ですよ。なるほど。だから、プロゴルファーって、こう、一概に言うんだけど、QT 通っても、やっぱプロゴルファーなんですよ。そうです。で、PGA のプロテスト通った人間でもプロゴルファーなの。だから世間の人はごっちゃになってると思う、はい、ライセンスないのになんでプロゴルファーなのとかっていう人が多いのよ。それは思いますよね、それはね。で、ましてやその凛太郎がこのプロの施設で練習してしたことがあるんだったら、うん、アマチュア資格じゃないでしょみたいなこと言ってたのよ、はい。まあそれはちょっと冗談で、俺はいや、じゃあ俺毎日練習してるから俺プロゴルファーかとかいう話もしたんだけど、はい、まあそれは冗談だけど、でも要はプロゴルファーがアマチュアに教えちゃいけないルールっていうのはもう何十年か前にはあったかもしれないけど今はないわけじゃん。でましてやノブさんはレッスンプロのとして のプロゴルファーの資格を持ってるわけじゃん。 A 級ライセンス取ってね、 B 級から A 級取って、でだからノブさんもプロゴルファーなわけじゃん。でプロゴルファーがアマチュアに教えて練習場で教えてる時点で、まあ例えばここでアマチュアに教えてる時点でアマチュア資格が剥奪されるなんてことありえないわ、うん、ないよね。だからそれは理解してもらえもね、もらっといた方がいいかなということで、プロとアマチュアってこと でプロは今男子はこうちょっと2つの団体が入り乱れてプロゴルファーって呼べるのは2種類の人たちがいるんだよっていうことやね。まあ2種類じゃないよね。PGA のやってるレッスンプロもまたちょっと違うカテゴリーのプロゴルファーだよね。だからいろんなプロゴルファーがいるんですよっていうことを説明しておいてあげた方が今後頭ごちゃごちゃにならないかなと。で基本的にうちのチャンネルで誰か紹介名前出したりするときは、要は基本的にはプロ例えば原エリカプロとか下にプロをつけてるってことは大体LPGA で受かってるか受かってるか、もしくは PGA でライセンスを持ってる、子たちだけプロってつけてる。分かりやすいはずなんです。だからまだ試合にこれがレギュラーツアーだとかアベマツアーに出れるようにファイナルまで行く実力があったら初めて男子の場合はそこで、なんとかプロってつける可能性はあるっていうのを説明しておかないと、ちょっとね結構荒れたの。コメントが10件ぐらい来ちゃったから、へえ、今宣言プロでできますよみたいなのって そんなのあなたが調べなさいよみたいな、なんかこう結構ヒートアップしちゃったお互いね、コメントの、うん、だからその現状をね、アマチュア資格、プロ資格でクオリファイ資格、こういうのが入り乱れてるんですよっていうことだよね。なるほど。うん。ということで、まあその説明だけはしときたかったっていうこと。なるほど、わかります。でもなんか小暮曰く、小暮もプロゴルファーだったんだけど、ライセンスはないよ。PGA の方取ってないから。
でも、もうあの5年なり10年かをあのもうエントリーしなければアマチュア資格に戻れるっていう資格もあった、あの権利もあったわけよ。厄介なアマチュアですね、じゃあいやそういうことを言うからまたのおかしくない。いや、その通りなの。厄介なアマチュアなんだよ。どうやってだ PGA PGA のプロライセンス取ったやつは一生プロゴルファーじゃん。まあ、年会費納めなくてやめなのあのもうダメだって言われたプロあの人もいるけど、でも逆に言ったらあの PGA のプロライセンス取っちゃった人間は一生プロゴルファーだから、あのアマチュア資格を剥奪されたっていうイメージ、ね、そう、うん、だからそれをご理解いただければいいかなと思ってちょっと説明をね。だからそのあの凛太郎くんが優勝してアマチュアなのっていう話になったわけですね。じゃないでしょ、あの、はい、いやジャンボ亭でやってるか ら, からアマチュアじゃないでしょみたいなアマチュア資格に引っかからないですかみたいなこと言うから、いや凛太郎はあの早稲田の大学の2年生で学生連盟にも所属してるし、もう歴史としてはアマチュアの子なのよ。だ基本的にはここに来てる子で、あの子はもうアマチュアかプロかはっきり分かるわけ、分けるわけだ。ただその人の感覚的に、要はそのプロに教わったりとかプロしか出入りしないこの環境でやることが、あのアマチュア資格に引っかかるんじゃないのみたいなニュアンスを持ってた方思っちゃったね、ちょっとね。で、まあそれをちょっと俺は冗談っぽく、俺じゃあ毎日練習してくからプロゴルファーって言ったら、いや、皆さんはもう超プロゴルファーじゃないですか。ね、これ超プロゴルファー。いや、だから、いや、だからちょっとね、この研修生ってなるとまたちょっとこう変わってくるわけよ。プロでもない、アマチュアでもない。研修生だったらやっぱちょっと違うんですね、うん、だ研修生っていうのはもう要はセミプロみたいなもんだよね、うん、研修生でもないわけですよね。研修生でもない、学生だもん、学生ですもんね、うん、だからまあその辺のちょっとこう細かな部分でこう勘違いというかね、そういうのも あったんでとりあえずこれでちょっと一回わかりました。言っとこうかな。昨日はコメントね、結構長々と俺そうやって説明したんだけど、一応動画でやってあげると見る人がいれば、あ、今の男子はそういうなってるからプロゴルファーって一概に言ってもあれなんだっていうね、いうところがあるけど、なるほど、うん、理解できるんじゃないですかね、まあ、でも今の説明であれば。まあわかるよね。わかりました。だってあのノブさんのレッスンプロの資格でさ、日本プロを。の試合だってさ、予選から勝ち上がれば出れるわけだもんね。出ますね、うん、出ますね。ただその QT を受けない限り JGT の試合には出ることはできないもんね、うん、だからここで JGT の試合出ろよ。でも無理か、 QT 受けれるか。受けるけどもう無理だってもう今のね、1次のレベルからしたらね、もうやっぱ俺たちが受けた20年前と、いや、レベルがもう、だからあの男子のレベルが上がってるんですよ。上がってるよ、しっかりと。全然上がってるよ。だからちゃんとそれ見に行ってもらいたいです、だから男子のツアー、うん、いや、でもね、あのやっぱりこう、面白みがないから行かないんだよ、みんな。だって、例えば俺頑張って、まあ、出れないですけど、あの見てくださいって言っても80打っちゃうんですよ。いや、まあそれはそれでいいんだけど。それはそれでいいんだけど、でもやっぱね、うん、やっぱツアーのあのセッティングで、うん、あるっていうのはね、よっぽど強くないと、ね、うん、男子はだって結局はやっぱりそのこう見てる人たちのを喜ばせるっていうようなコメントが、うん、なんつうんだろう、こう外を意識したコメントをする子が少ない。りょうくんぐらいかな、うん、なるほどね。なんかちょっとそういうニュアンスのコメントをしてる子が、あとはやっぱりこう自分ありきのコメントだから、まあ、若いからしょうがないんだろうけど、でもやっぱりね、男子、あの女子にゴルフの人気があって男子にこれだけないのはって考えればさ、やっぱり必然的にわかるじゃん、うん、やっぱり、まあ、いいか、その辺にしとこうか。一応そのライセンスのね、アマチュアとプロのライセンスの話だけ、はい、とりあえずありがとうございます。大丈夫です。でもここではもう自分の出来上がったクラブを写真に撮ってこれツイッターに上げるところ、下げんじゃないよ。完成しましたね。ということで以上です。